千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は親知らずの抜歯は普通の歯医者さんでもやってもらえるのかという質問にお答えしたいと思います。まず普通の歯医者さんという括りがあまりよくわかりませんが、よく聞く質問ですのでとお答えいたします。親知らずの抜歯に関しては基本的に口腔外科という標榜をしている歯医者さんでしたら、割とこれは無理という、これは大学病院紹介しましょうというわけでもなく、時間を取ってアポイントを取らせてもらって、時間を取った上で親知らずを抜くということは可能だと思います。なので普通の、歯医者さんで、まあ、ここもそうですが普通の診療所で親知らずを抜いております。まず親知らずの抜歯をしてくれるかくれないかは電話で多分答えてくれると思いますので、もしも親知らずの抜歯を考えているようでしたら、とまずその医院にお電話していただいて、親知らずの処置はそちらでできるかどうかというのを聞いてから LINE された方がいいと思います。ご質問ご相談はお待ちしております。